演舞開演。どうも、本日はこちら、ハイゲンキのビフィズスを飲みたいと思います。ビフィズス、この名前は聞いたことがありますね。よくヨーグルトとかに入っているやつですよね。ということは中身は、あ、やっぱりちょっと白っぽいです。では、いただきます。まあ、毎日のヨーグルトは欠かさないから。最初はちょっと酸味があったのですが、噛んでいるとやっぱり途中からあの苦味はふわっときてきますね。やっぱり健康食品だからこんなもんなのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。腸にはいいかも。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。